花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾四郎の音楽魂でございます。一週間ご無沙汰いたしました。今日はですね、もう早速ね、フラグがね届きましたけどもですね、音楽魂のフラグというね、この旗、見事なね、音楽魂四郎金尾2011年という新しいフラグが、今年のフラグが2019年、ごめんなさいね。ライブということでね、早速ね、今日は金玉ということで、滑舌もよくね、参りましょう。松下俊美さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。これは、そうね、郡山のね、はっとり郁夫さんがね、毎年ね、作って、くれるんですよね。ありがとう。本当にね、音楽魂ってあれよく見るとね、文字の中にちっちゃな吉郎金尾がたくさんある、無数に刻み込まれてるんですね。すごいね、これ。これね、素晴らしい、アイデアがね、散りばめられて、気持ちがこもっておりますけどもね。はい、桜田武さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ね、ちょっと心配してましたけども、なんか、無事に帰ってまいりました。無事にね、本当はものすごい心配、あんまり言わない方がいいか。まあね。うんでもまあ、まあそういう、そこまで言ったらみんな、すごい、何かあったの？いや、まあまあ、よくある話ですよね。よくなんか、まあ、検査のね。ね。そうそう、がん検診でね。ちょっと、再検査が必要って呼ばれて、何もなかったと。何のことはない。再検査。そうそう、だから、なんか、あれだよね、こう、不安にな、気持ちが不安にならない？検査。なりますね。あ、もう。ねこれで終わっちゃうのかなとか ね、それぐらい思うよね。いやだから普通の健康診断だったら、なんかちょっと影が、じゃあ再検査しなきゃなってなるけど、がん検診で引っかかってるから、やってること同じなんだけど、がんの検査で引っかかっちゃったって気がするじゃない。そうすると重みがなんか違くて、いやだから俺先週それねメールで、まあそういうね、まあゲストいらしたんでね、そういう話はしなかったんですけども、メール来たじゃない、あなたから、はいはい、だから実は来るはずだったのね、先週。野沢さん、ね、野沢さんの時もね、はい、で来れなく なりましたって聞いて、びっくりした。俺ちょっとやばいなって、大丈夫かなと思って心配してたんだけど、すいません。いや僕もね、でも十数年前にね、影があったんですよ、心に。心にね、僕も心には影がありましたけどね。いや肺に影があってみたいなね、それあれしましたけど、はい、その時ちょっとね、軽い穴が開いてたけど、まあ別に軽い穴っていうの、小さなね、でもまあ大丈夫でしたけどね。なんか意外とそのほら肋骨と肺がこう重なってるから、影っぽく見えちゃう、見える場合もあると。あ、そうなんだ。そう、そういうことみたいなんで、一応、念のためにということで、CT スキャンを通されて、まあ、なんともないねって。あ、それよかったよね、本当に。まあ、帰ってね、逆に安心。安心できるでしょ。ね。安心できたんで、あとその1週間で、本当にがんだったら、いや、それ考えると思う。考えるでしょ。うん。そう。で、途中ライブとかがあるから、演奏中に、あと何回できんだろう。ほら、それがね、一番良くないと思うんだよ、俺。そうなんだよね。うん。俺だからもうちょっと、そっとしてるもん。そっとしてるっていうか、なんていうかな、こう、昔は告知したりしなかったじゃない。ああ、そうですよね。今はまあ、そういうね、ことはなかなかないんだけども、精神的ストレスっていうのは結構ね。結構ね。あるよね。うん、やっぱそう思いながら生きて、その一週間がね、俺辛かったろうなと思うもん、あなたは。そうですね。うん、俺もなんかすっごい、なんか、ああ、ひょっとしたらとか心配してたし、ね、もうよかったね。そのインターバルが短ければいいけどね、うん、次、明日とかだったらいいけど、一週間後じゃないですか。その病院はなんか週に1回か2回しか、呼吸器内科の先生が来ないっていうんで、結局1週間後、まあ、明日にでも見てほしいと思ったのに、1週間後って言われて、1週間待つの嫌だね。1週間がね、それちょっとね、辛いことだよね。だから辛かっただろうなと思いましたよね、なんかね。無事にね、帰ってまいりました。帰ってまいりました。桜田武さんですけどもね、こうやってね、またこう、
無事に会えたっていうことがね、素晴らしい。今日はでもね、金玉ということで、あのリクエストいただいたね、あのお便りご紹介しますか。じゃあ今日から3月だよね。3月だね、もうね、あっという間だよね。お便りいきますか、うん、こんにちは、毎週楽しみにしています、はい、松戸のまっちゃんです、うんうんうん、番組を知り半年弱、番組を通してたくさんの友達ができました、はい、先日もてるさんとフェイスブックで友達になりました。てるさんってあのてるてる坊主ね、あの、うん、てるてる坊主さんね、今頃は自宅でこのラジオを聞いていることと思います、うんうん、私から同じてるさんに、はい、私はてる子ですけど、かなおさんの You をリクエストして送りたいので、おうおう、無理のないところでお願いいたします。はいはいはい、よくご存知でね、まっありがとうございます、ね、うん、てるちゃんだよね、入院して退院されたのね、うん、おめでとうございます。あ、そうなの、よかったよかった、みんな退院して、ま、それでね、他の方も ね入院、フェイスブックでね、僕はあの親しい方も、うん、昨日ね入院、昨日っていうか 2,3 日前かな、入院してて退院されたっていうことで、ね、やっぱりね、入院中にね聞いていただいたね、うん、方がね、そうですよ、おかげさまでなんか励みになりましたとかいうね、うん、お便りっていうかメッセージいただくとね、本当にね、まあ、やりがいがあるというかね、ですね、うん、そう思いますけどもですね、ということで今日金玉でリクエスト、先週リクエストでね お答えできなかった曲からまずやりましょうか。そうです、これは僕のね、デビューシングルになりますね、大昔の歌で、歌詞飛ばすかもしれません。ちょっと待ってください、うん、なんていうタイトルですか。これ東京トナイトっていうね、はい、これデビューの、もう、そうですね、レガエと言われた、レガエ演歌みたいなものですけどもね、東京ツナイトをご紹介しましょうか。はい。いきますか。Thank you.
はい、東京トゥナイトをお届けしました。これはね、先週須賀川の捜査さんのね、はい、ゲスト入ってましたけどもね、これデビューシングルなんですよね、これね、混ぜてる感じですね。何が混ぜてるっていうか混ぜてる混ぜてるって、まあ、最初から人にトゥナイトっていうのを喧嘩売る感じ。哀愁トゥナイトっていう曲ありましたよね。哀愁トゥナイト、みんなトゥナイトだったのよ。その当時いっぱいあるから、もう1970年終わりとか、ね、80年ちょうど僕はそのエピックソニーでねデビューした頃だから、ちょうどシャネルズとかもいたのね。あ、その当時、はいはいはい、ね、あのん、なんかくしゃみが出た。この緊張感の犬が鳴いたかと思った俺。犬が入ってきたかなと思って。キャンって感じ。キャンって感じ。うん、あなた可愛いくしゃみしますね、松下としみさん。いや、ラジオだから。拍手、こんにちはとか言わないんだ。いやいや、女性はなかなかそういう感じ。いや、結構若い人もいましたよ。本当に。うん、もうびっくりしたもん。あのくしゃみして、こんちくしょうとかね。いました、おばあさんね。おばあさんだね、うん、下町のおばあさん。おばあさんだったらね、いい。最近なかなかね見かけないですけど、そうそうそう、まあ、あのそういう感じでデビューしましたけど、ツナイト多かったね、なんかね、その当時。東京トゥデイにしたらよかったかな、だって。え、東京トゥデイ、トゥデイ、トゥデイ、今日トゥナイトじゃなくてトゥデイだったら、あ、ね、健康的だよ ね、なんかそれだけで健康的な感じが、健康なね。でもね、俺こんな不健康な感じの歌でデビューしたね、あなたになって。いやいや、不健康じゃなくて、なんか混ぜた感じの歌で ね、割としっとり系のね。いや、だからその当時はもうちょっと声が 若いから、うん、あれちょっとね、あの甲高い感じで歌ってたんだけど、今はキーは変えてないんだけど、なんかちょっと低く感じるんだよね、うんうん、かもしれないけどね。キー変えてないのは素晴らしいじゃないですか。素晴らしいですよね。だいたい下がっていくケースが多いけど、あのだんだん上げていくんですよ僕すごいな。いや、もう挑戦してるの。そうですよ、常にね、いきますよ僕は、うん、前向きに。そう、前向きにいきたいですね。前向きに。そう、病気なんかね、調子が、ま、本当にね、年取ってくると、病気自慢多いですよね、うん、自慢多いけど聞こえなくなったりするのよ。あの前話したかもしれないけど、体温計のピッピッピッっていう音が上の周波数はね、聞こえないで、びっくり、うん、落ちていくの。私はそういうもんなの。そういうもんなんだ。俺病院で測るじゃない、はいはい、そしたら看護師さんが、あ、何ヶ月ぐらいだろう、金さん鳴ってますよって言うわけ。全く聞こえなくて、じゃあ上がだから、なんか子供の頃って20キロヘルツぐらいまで聞こえるのね、うん、だからテレビのブラウン管の音がキーンっていうの聞こえるんですよ、うんうんうん、だん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 年取ってくると、それが聞こえなくなって15キロとかぐらいまでしか聞こえなくなっちゃう。でも体温計の音はさすがに聞こえるでしょ。あれどんな音だろうね。聞こえない、俺全く聞こえない、特に左耳が、ね、私隣の部屋から建物から鳴っても聞こえるもん。体温計の音って、あなたはまだ老化してないってこと言いたいんでしょ。あなた老化してない、耳は老化してない。いやでもいろんなとこ老化してくるけど、それはしょうがないことですよね。目ももう老化はしょうがないですよね、うん、だから目もね白内障だから俺。え、本当に。でもさ、見て白くないでしょ俺。だ、白くなってなかったら大丈夫なのよ。本当そうなのよ。カナオさん勘違いじゃない。で、曇ってないですか。曇って見える。曇ってるよ。だから、曇ってる方が、いや今日は曇ってる、曇ってるぐらいのがちょうどいい。ちょうどいいのよ、あの心が見えるから。ああ、なるほど。なんか綺麗にまとめ、綺麗にまとめようとして、そうでもないって感じがしますけど。いやでもね、そんなの出てくるわけだから、うん、やっぱそこをなんか落ち込んでね、やってるよりも笑い飛ばしてやった方がいいんですよ。ですね。みんなそうなんだから。そうやって言い聞かせている加納義郎さんでございますね。で、忘れ物が多いのよ。毎週このスタジオに忘れ物してるからね。いやいや、ライブでもそうですよね。この間なんだっけ、楽譜忘れてきた。そうそうそう。楽譜も全部忘れてきたりするんだけど。うん、なんか、っていうことはね、もうね、楽譜とかその歌詞とか見るなっていうか話を。歌詞だけじゃなくて、いろんなもん忘れてますよ。T シャツとかね。いろいろ。そう。忘れる。慌てもんないんだよね、年がいなく。でも、ね、まあ、ライブやった時は分かる気がするんだけど、私もよく。いや、遠いと電車がなくなったりなんかするんじゃん、はいはい、あ、バタバタ、うん、慌てちゃうんだね。慌ててね、帰らなきゃいけないから、ね、そうそう。だからお花、花束をたくさん一回大和でいただいて、だ、誕生日の、はいはい、誕生日だったかな。でたくさんいただいて、そのお店の方がね、うん、裏に置いててくれたらしいのよ、はいはい、
でも電車から時間なくなってもう慌てて帰ったら全部忘れてきたじゃん。そう、すごい立派なものね。ものすごく悪いことしちゃって、本当もうとんでもないやつだと思われたと思う。そうよね、もったいないって。でもね、みんな喜んでた。アミタメさんがもらって帰りましたって言ってね、みんな喜んでたよ。まあそういうこともありましたよね。なんかね、僕のご紹介しましょうか、お便りね。金城さん、投げ銭 FM も恩中ということで、投げ銭 FM というとチャーリー佐藤さんからいただいております、はい。皆様こんにちは、こんにちは、金玉ですというね、昨日は朝から亀有の大谷田にある、明神の湯に、1週間ぶりに行ってきましたってね。あ、僕もあの一緒にね、お供しましたね。素敵なね、露天風呂が7つぐらいあるのよ。へー。で、朝ね、午前中入ると500円、おサウナも2種類ついてて、ありがとう。すごいとこなのよ。そしてね、作りがまたね、渋いのよ。木を大事にしてて、昔のあの武家屋敷みたいなちょっと感じなんだけど、それでその中も石と木がね、すごいね、あの古い感じなんだけど、ものすごく大事にしてるお風呂でね、もう見事なあのお風呂でしたね。また行ったんだ。近くだったら本当に行きたいんだけど、湯船にのんびりと身を沈め、小雨に打たれながら時間を忘れて過ごしました。いいね、雨に寝ながら露天風呂いいね。仕事の疲れも個人的な男女のもつれも全てリフレッシュいたしました。個人的なもつれが多いからね、佐藤さん。あ、そうなんですね。うん、そう、もうもつれまくってるって感じです。そんなことない。熱い湯風呂ではダイナマイト、ぬるい風呂では不良中年のすめを口ずさみ口ずさみお風呂で風呂上がりの体重は 77.8 キロでありました。あ、ほっそりしたんじゃないですか、うん、痩せた方なんじゃないですか ね、 もうね、70キロ台だったらすごいね、うん。個人的な話ばかりですみません、リクエストはありませんっていう。あ、ないんだ、これどっちか歌おうと思った。今度行き、みんなで行きましょうって書いてあるみたい。これ3万円入ってますよ、3万円あればね、おー、素晴らしいね。結構羽振りが良さそうですね、最近ね。最近ね、ちょっとなんか、ね、あぶく銭に入ってきたね。あぶく銭には違う。人のことだからいろいろね、言いますけどもですね、やっぱりね、こう銭湯ってなかなかね、僕大好きなんですけど、なかなかこう大変、維持が大変で、うん、なんだけどもやっぱりね、日本の文化としてはね、あれは素晴らしいと僕は思い込んでるんですよ。なんかこう違う町に行って、僕九州から出てきて、まあ、いろんな横浜もそうだし東京もずっと転々としたわけですけど、うん、違う町に行ってね、一番わかるのは、町の様子がわかるのは立ち飲み屋と銭湯、立ち飲み屋と銭湯、うん、そこ行けば大体もうの状況がわかるんですよね、情報が、その町の。なるほどね、うん、そうそうそう。だからね、本当にね、会話もほら弾むじゃないですか、うん、この会話のない時代にね、はいはい。いや、そう思うけどね、松井さんあんまり行かないでしょ、そういう銭湯。あんまり行かないですね。ね、いや、女の人でも銭湯で話し込むかな。いや、どうなんですか ね、 あ近所、昔だったらほら家にお風呂がなかったんで、うん、銭湯に行って、うん、近所のお兄さんに遊んでもらったりとかね、うんうん、ありましたけどね、うんうん、そうそう。でもね、あれはいいと思うよ俺、うん、なんかね、体も温めるといいじゃない。あ、いいですよね、うん、がん細胞なんかね、40度以上だったら死んじゃうんだから。死んじゃうんですよ ね、 ね、ただ そこまで温める方法がまた難しい。だってサウナと風呂にこう入って、あ、それはだってほら表面だけじゃない、うん、中まででしょ。中まで、中が40度だから俺熱いに入るのものすごい。あ、それはいいんじゃないですか、ね、火傷はまずいでしょうね、うん、火傷はまずい、火傷、のね、するぐらいなんか僕シャワーはね、火傷するぐらい熱いの好きですね。熱いシャワー、うん、熱いシャワー好きで、うん、時々指の皮がむける時、いや、それ怖くない？それは何、自分いじめたいな。いやいやいや、俺がいじめたいのか。いやいやいや、それはどういうちょっとやりすぎると、あ、やりすぎてこうってギュッてやると、あ、ここ皮がペロンって。それは行き過ぎだよ、それ。やけどじゃん。行き過ぎなんだよね。うん。そうそうそう。本当。それは危ない。最近ちょっと控えてるけど。お風呂どころ、暑い風呂とか、ミストサウナとかあるじゃん。うん。あれが気持ちいいの、喉に。ああ。うん。
ものすごいいいんだよね。乾燥してる時でその中で俺ちょっとストレッチとかしてるから、うん、でもう冷たい風呂にバーン飛び込むわけ。あ、それはね、そうなんだ。それはまあ良くない。死にそうになるわけよ。で目の前がちょっと真っ白になるね。あれが好きなんだよな、快感。危なくないですかそれ。それ前も聞いてたけど、 AD さんも、ね、それは良くないんでしょ。ていうか若いうちはそれいいかもしれないけど、うん、だんだんこの心臓に負荷がかかるんで、ホットフラッシュなんだっけ、危ないらしいですよそれ。あれ、それやめた方がいいですよ皆さんね、うん、あのやめましょう。そういうこと。え、なんとかフラッシュでしたっけ。わかんない。なんかね、あったかいとこと冷たいとこ極端に行くとね。ああ、そう。ヒートテック、ヒートショック。ショック。ヒートテックはあったかい。ヒートテックはあったかいやつですよね。ヒートショックね。それ危ないです、ね。そう、危ないですよ。じゃあ、松下さん行きますか。え、危ない。危ないとか言いながら。これ、チャルナそば行こうか。その後行こう。いきなりやめてください。行きますよ。もうすぐや、すぐやるから、もう行くよ。どうも。皆さん、おそばはいかが。おなじみチャルメラ娘、町から町へと細々ながらも楽しいチャルメラそば屋でござる。おっさんあぶんひごきげん、危ない、こら危ない千鳥足、松下とちめが歌いました、うん、美空ひばりさんのね、うん、歌ですけどね。そう、あのいつかね、うん、ひばりさんのなんか先週でしたっけ、ね、チャルメラそば屋ご紹介しました。リクエストいただいたんですよね。エスキモーの娘っていうのをね、調べてみた。先々週かな、先々週かな、うん、ちょっと聞いたけど、うん、エスキモーの娘、かわいい娘みたいな感じの歌、うん、じゃんじゃんじゃんじゃたたちゃん、それさ昔あったよね、ジャズのみたいな感じのね、ラテンっぽい感じ。そう、昔の歌のおそらくね、歌詞を変えたやつじゃないかな、ね、まあ、あの昔のジャズであったよね、うん、初めて聞きました。メロディーが似てるのかな、スイングみたいな感じ。そう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 、昔の方がさ、なんかジャズっぽいですよね、なんかあの当時のね、ズージャね、ズージャズージャのカーブが多い、ね、ほらジャズが伝わってきて間もない時期だから一番刺激的だったでしょ、うん、だから新中軍、うん、まあ古あの新中軍戦後のやっぱり日本はああいう歌でね、こうちょっと復興してきたっていうね、変わってきたんでしょうね、きっと音楽が、日本の音楽市場が、うん、でもあの時すごいこう、ね、ああいう時代って僕生きてないけども、今思っても素敵ですよね。昔ジャズ、うん、スイングジャズみたいなディキシーランド、うん、結構多いですよね、ジャズ、うん、ジャズっぽいのが、うん、そうだからあの坊谷三郎さんあたりとかね、ああいうね、坊谷三郎さんってご存知な、名前と顔はなんとなく覚えてる。私ね、本物のねショーを見に行ったことがあるの。坊谷さんの、坊谷さんとね、
これ言ったらすんごい年みたいけど、いやもう最後のきっとあれでしょうね、坊谷三郎さんと、うん、増田キートンさんが、はい、で NHK かなんかの番組の鳥で収録かなんかで、うん、時技ってとこだったかな、浅草かどっかの、うん、それでちょっとあの柳沢慎一さんってあの俳優がいらっしゃって、その方に連れてってもらったんですよ、入れてもらって、ジャズっていうか、あのドン・ガバチョの声優とかいろいろドラマの、ドン・ガバチョが出ましたか、そこまで行くとわからないな、さすがにひょっこりひょうたん島の、それは知ってます、ね、あ、それは知ってます、ね、声優さん、まあ役者さんですけど、なぜか今思い出したジャズで、その柳沢慎一さんに連れてってもらって、うん、それ見たんですよ、それがあの最初で最後のこの大御所たちのショー、すごくかっこよかった、みんな。だから呆れたボーイズとかね、そういうあのグループを結成してて、あのその当時だからひばりさんがちっちゃい頃ね、あのすごく川田さんからその可愛がられてね、あの出てたっていうね、ことありましたよね。そういうあの時代って僕すごい好きなんだよね、エノケンとかね、かっこいいですよね、皆さんね、すごくこうエネルギッシュというかさ、うんうん、あのウキウキするじゃないですか、うん、で世の中こう辛い時になんかこうね、重い歌じゃなくてなんかこうウキウキするようなね、夢があるような、ね、楽しみがあんまり今ほどほら、うん、情報がないから、うん、かね、それしかないから余計盛り上がってたんだろうね、まあ、今こういろんなテレビもあるしね、あの今だって若い人はテレビはあんま見ないんでしょ、 YouTube っていうかこう、あそればっかり見てる、僕も見ませんけどテレビは、ね、まあ、僕もそんな見ない、テレビだってブラウン管だもん、あ映るの、いい、ね、それえ映ります、映りませんよ、アナログですから、そうですよね、うん、まあ、一応ね、うん、あでもテレビ見ないっていう人多いですね、見ない、ね、まあだからなんかこうほらテレビ番組も YouTube にアップされたりしてるから、うん、あそっかそっか、そっちのがもう簡単に、そっち見たりとか、うんうん、あの時間にとらわれずに見れるじゃないですか、ね、テレビってその場でそこにいないと見れないから、うん、そ, ないそういうのがあるから ね、スイッチ入れなくなっちゃったね、入れなくなっちゃったねってアナログだから映んないんだけど、うん、金さんもテレビは見ないんですよ、テレビはね、あの見ないんだけど、ラジオとかやっててものをあんまり知らなすぎるんですよ、僕あの芸能界の方のほらお名前、それはね、お名前をね、それは僕も全く最近知らないし、分からなくて、AKB とかの方々が、誰が誰か全く分かんないし、それは分かる、それは分かる、分かんない、分かんない、全然ね、分かんない、いや全く分からないよ、何人いるかも分からない、であとその割とお笑い関係の方も、あ分かんないですね、うん、お笑い関係の方のほら番組ってあんまりね、落語とかは結構見てたんですけど、最近そういう方が多いじゃないですか、でなかなかこう見る機会なくて、知らなくても恥かいたもん、花丸大吉なんとか知らなかったか、博多花丸大吉、うん、それ知らなくて、うん、失礼なことしてね、そう、あまり知らないのもまずいなっていう気はするんだけど、うん、だって誠さんもねテレビ見なくて、うん、2人にね、そうそう、僕も見ないから聞いたことがある、私大谷翔平さんですごい世の中盛り上がってる時に2人に誰それって聞いて、それはさすがに分かるよ、さすがにね、それはさすがに分かる、誠さんと加納さん知らなかったよね、うん、誰それ、そうなんだ、全然関心がないとか思って、だからそれもあんまりね、だから最近少しニュースぐらいはね、ね、見ようかなとは思ってるんですけど、うん、なんか浮世離れしてきちゃうよね、そう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 、うん、まあでも、まあ、そういう人がいてもいいのかな、まあいてもいいかなっては思ってるんだけど、ね、最近それも面白いと思っちゃう、でもなんか、ね、まあ、なくてもね生きてはいけるじゃないですか、ね、生きてはいけますね、うん、もう現実にスイッチ入れてないですからね、そうね、でもそうですよね、まああまりにもね、アナログすぎる、そうそう、すぎるのもちょっとあれなのかなとか思う時ありますけども、寂しい気がする時ありますけどもね、一人こう取り残されていくようなねまあそれでもそれでラジオやってるんだから面白いですよね、面白いね、10年もね、うん、そうよね、もうダメよねダメじゃないと思う、いや普通だともっとさ、こうマスコミのこととか、うん、いろんなことを調べてね、調べ上げてですよ、ですよ、ね、でも加納さんそれは幸せなことですよね、そういうスポンサーの方がついてらっしゃる、文句言わない、うん、いや文句言いたいと思うよ言えないんだ、うん、あんま本当物知らなすぎて
喋ることもね、同じのことばっかり、酒飲みみたいな同じのことばっかりバリバリ喋るからでもそれが面白いんじゃないですか、みんな。まあね、うん、そういう、真面目な話させて。じゃあ行きましょうか。あの、ステラーラビー。これもね、シングルになった曲ですね。僕がね、先ほどの東京トゥナイトは、1979年、80年ぐらいの曲ですけど、これはね、レコード会社またね、それからしばらくしてね、移ったんですよね。それで、トコマジャパン時代のね、シングル曲ですね。これもね、リクエストね、先週来ておりましたので、お届けしましょう。Still I Love You。街で見つけた今夜だけのパートナー、傷ついているのは君だけじゃない、虚しさだけを感じているのは俺だけじゃないはずさ、ついで飲み干したロンリーハート、心の痛みは癒せはしない、冷たい風が吹き抜けるロンリーハート、
はい、ということで金尾吉郎ステラ・アイ・ラビューっていう曲でお届けしましたけどもですね、こうやってこう何十年も歌ってる曲を歌うとね新鮮でありますよ。あ、確かに、すごいですね。いや、デビューアルバムに入ってそうです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 、デビューアルバム、これはデビューアルバムじゃなくてね、これはちょっとレコード会社を移籍して、移籍してね、実はこれはちょうど柳葉敏郎のシングルになったのね。ああ、そう、この曲が、そうですそうです、それでこれを、まあ、イセフビーセピアっていうね、はいはい、グループで踊ったり歌ったりっていうね、そういうグループがあって、その中に、まあ、いろんな役者さんたち、後にね役者さんたちになった、はいはい、で柳葉敏郎さんの、そのこの時の、シングル曲になったんですよ。おー、それでやっぱりこれがね、ちょうどドラマに出てて、さんまさんとかね、大竹しのぶさんが出た男女七人夏物語のね、はいはい、あの中にこう登場するはずだったんですよ。はずだった。はずだったのよ。苦い思い出。苦い。なんかさ、違う、トゲトゲしいこと、違う、全然いつも言ってるんですよ、その話ね。苦いって、まあそうだね。それがほら、いろんな力関係がありまして、ショーミーというね、歌に。変わったんですね。そうなったんですよね。賞味ね。じゃあこれってカラオケに入ってるんですかね。カラオケ入ってますよ。お、うん、カラオケ もちろん入ってますけど、最近もうほら時が経ったんでね、うん、もうないんじゃないですか。そんなことない。まあね、そうはありましたけどもね。でもこれで実はそのヒット賞をいただいたんです。シルバーディスク。おー、これは僕自慢ですけど、いや。ただね、その時に登場し、パーティーで、悪友さんとか、まあ、いろんな方が来てるわけですよ。はいはい、で、俺ら何にも知らないから、寿司食い放題で行ったわけよ。はい、受賞式に、はいはい。で、バンドの連中は、俺、金屏風の前で挨拶させられてんだけど、はいはい、バンドの連中と向こうで遠くに行ったら、もう寿司食いまくってるわけよ。そういうね、経験がありましたけどもですね、ちゃんと聞かされてなくて、他の人たちはタクシードとか来てるのに、T シャツとかで行ったのよ。で、びっくりした思い出ありましたけどね。でも、まあ、今思うとね、楽しい思い出ですけどもね、うん、いろんな方がね、その時いらっしゃいましたよね。吉幾三さんもね、雪国でちょうど、ね。ああ、その頃だ。雪国の時ですよ。はいはい。吉さんは雪国でゴールドディスク、ね。そういうね、思い出もありますけどもですね、苦い思い出になりましょうか、松下さん。いやいやいや、めでたいお話でしょ。ゴールドディスクじゃなくてシルバーディスクなんてね、なかなかいただけないですもんね。そうです、そうかね、家が。いやでもね、俺東京トナイトもそうだけど、このステラ・ラビューも3コードしか作ってないんですよ、うん、でもともとコード知らないから、これだって A だって3コードよね。で、東京都内でも全く3コードでしょ、うん、3つか4つぐらいの組み合わせですよ。まあ、3つあれば十分なんだ。そう。だからね、難しいね、理論とかなくてもね、シルバーディスクもらえるんですよ。自信持って皆さん曲作ってください。まあ、ね。時代ですね。コードの数じゃないからね。ね、この前そういえば山の楽器でね、ああ、こういう下敷き、下敷きって言うのかな、今言わないか、うん、どうなの、あるでしょ、こういうのにコードとギターのこういう絵がかコード譜、うん、抑えるタブ譜の、うん、こういうほら、うん、それのね、すごいいろんな、いろんなコードの押さえ方のあれがあったの、うん、それを加納さんにプレゼントしようかなと思ったら、横にねいたしゅんちゃんがね、加納さんこんなに必要ないと思うよじゃあやめようって。それ誰、菊田俊介さん二人加納さんこんなに必要ないと思うよとか言って二人で終わる。そうだねそうだって、その難しいコードブルースだってまあスリーコードでしょ、でも基本はね、基本でも笑っちゃうね、それ必要ないもんだってね、デメニッシュとか使うときあるよ。デメニッシュ。デミニッシュ。でもこの前教えたんでしょ、誰よ。誰かにそのコード聞かれて。ディミニッシュでしょ。ディミニッシュとかこうサスポーとかあるじゃん。サスポーね。そういうのもそんな必要ないのよ。俺の場合は。うん、でもそういう音好きですけどね、私。でも金さん結構サスポー使ってるよね。入ってるよね。入ってるよ。で自然にそういう風になって自分がちゃんと抑えてないんで、いやでもちゃんとありますよね、そうなってるなってる、ね、ファストで、うん、今のだってスティラーラビューもね、そうそうそう、そんな
単調なあれじゃない、まあね、うん、それだから自然になんか ね、 ね、あのあお便りで思いついてくれないかな、あ、はいはい、言ってください、はいはい、ね、うん、ミキさん、皆さんこんにち は、 こんにちは、博多のミキさん、はい、曇り空で PM2.5 もかなり飛散して洗濯物がなかなか乾かせない方です、ね、あ、九州の方はそうかも ね、 ね、あ、そうかそうか、先週の野沢恭司さん素敵でしたね、うんうん、ギターも歌も人となりも魅力的で、うん、早く再登場してもらいたくなりました、うん、大文字で来てますよ、うん、そういえば横尾忠則さんに絵を描いてもらった話もありましたね、うんうん、実はおいらも学生時代に、うん、藤十郎さんの状況劇場、唐十郎さん、唐十郎、唐十郎じゃん、はい、ごめんなさい、はいはい、失礼しました、アナウンサーじゃないよね首だね、唐十郎さんの状況劇場をお手伝いしてた頃、はい、横尾さんの書かれたポスターをもらったりしてました、うんうんうん、今週はゆたーっと金玉楽しく聞きますね、うん、はい、昨日ケンちゃんに行ったらすで、うん、にポスターが貼ってました、え、もう嬉しかった、俺あのね印刷して送ろうと思ってたんだけど、あら、ま、俺来週できるんだけど、あ、新たにちょっと送ります、うん、ケンちゃんもめちゃめちゃ楽しみにしてるみたいでワクワクしてきてます、はい、一緒にねちょっとコラボしたいのよね、あ、ケンちゃんってやっぱミュージシャン、もともとミュージシャンでライブハウスやられてて、うん、ビービーケンちゃんっていうね、はい、でみんないろいろあのだからすごい古い仲間ですね、うん、はい、リクエストかなおさん東京トゥナイトホルミタイドだけど何でも OK、 としみさん星影の小道だけど何でも OK、 星影の小道行くか、桜田さんの歌もジプシーにチャレンジされたらそのギターもそのうち楽しみにしてます、バイ、ありがとうございます、音源音源ください、聞いたことないもんね、もう一つパッパッといいですか、うん、いい、こんにちは、はい、大阪の聖子です、あ、ありがとうございます、先週はお世話になりました、はい、かなおさん、としみさん、桜田さん、ちょっと心配しました、はい、キキさん、山田さん、いつもありがとうございました、リクエスト東京ツナイト、はいはい、お願いいたします、あ、東京ツナイトやったんだね、みんなね、みんなの気持ちが分かり出してきた、うん、そうですね、ね、フラグが気合入って素敵です ね、 ね、ありがとうございます、放送後の女子会盛り上がりましたです、今日も元気に頑張っていきます、はい、いつも本当にありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、聖子さん、ね、本当にね、キキさん、聖子さん、今週もありがとうございました、そうそうそう、うん、あ、あ、だから来たね、座っていいよ、こんにちは、こんにちは、はい、うん、うん、ね、ちょっと自己紹介しようか、今、お知り合いですか、うん、知ってる知ってる知ってる、横浜から来たの、はい、はい、ちょっと歯医者の帰りです、歯医者の帰りに夜かね、いいね、お名前はご紹介、加藤と申します、ほら加藤君来ましたね、あの横浜のね、加藤君、あの、そうそうそう、あなたプロレスとかすごく関係あるの、なんか、もともとやってたプロレスラー、大仁田さんの弟子だった、大仁田さんの、ね、でお弟子さんだったのね、はい、そうかそうか、やめて会社でずっと、ああ、そうか、はい、あ、そうか、働いてました、英語とか、うん、本とか、うん、はい、お座りください、どうぞ、ね、もうあの部屋のようにみんなね遊びに行きます吉郎の部屋だから、ね、吉郎の部屋になってきたね、なんかだんだんね、昔なんかね、うん、病院の帰りっていう人もいましたよね、ドラムの、ドラムのあのほら、あなたも知ってる、寺本さんじゃなくて、寺本さん、寺本さんはなんか病院帰りにね、あの、言っていただいたことがあってね、あのドラムのね、あの素晴らしい、だいぶご無沙汰しちゃってますけど、そうそうそう、ね、寺本さん、私も久しぶり、皆さんね、お元気そうで何よりですけどもですね、はい、じゃあなんかちょっとリクエストありましたっけ、あ、星影、いや違う違う、加納さんの、俺なんかやる、うん、そうですよ、もちろん、星影の小道、じゃあ来週やろうよ、来週、来週というか金玉の時に、うん、ぜひ、松下さんも歌った方がいいんだよ、絶対、もう俺の歌もみんな飽きてんだから、そんなことないですよ、それはもうね、加納よしろさんの番組ですからね、あ、なんかありましたっけ、ダイナマイトじゃなくて、ミッドナイトブルース行こうか、そうだそうだ、ミッキー君のちょっとあんまやってないけど、ちょっとゆるくしようか、しようかやろ、ゆるく、行きますか、博多のね、まあ、あのアマチュア時代に歌ってた曲ですね、
し寂しいわ。時計は12時ブルーな気分残酷ねあなたって一人ぼっちにするなんてとても一人じゃ生きていけないから夜中に目を覚ますととても憂鬱だわそばに彼がいない昔は良かったわ今さら一人一人ぼっちにするなんてとても一人じゃ生きていけないからということでね、博多のミキさん、先週のリクエストにお答えしました。かっこよかったです。ちょっとキー下げてやったけども、ね、これでもいいね。そんくらいがいいよね。本当やかましくないよね、なんか自分の声が軽く、うん、なんかゆったりしてて、いいと思います。てていいと思います。本当、うん、全部下げるか一音ずついやこれがロックンロール出ないんじゃないのもう声はあまたそういうことそういうこと言うさあ、まあ、最後で喧嘩売るようなこと言わないでくれる違う声が出ないっていうのはなりいやいやありえないんだから俺がさっきだってね前向きにこう、うん、年々上げていくって言ったら上げていくよいやでも低いところの声もいいこの曲はでもいいこのキーの方がいいです、ね、いいの方がね、うん、あのいいの方がいい響きがいいんだねでほら鍵盤入れたりすると、うん、リリーあの金平さんとか一緒にやるとちょっと下げんのよ、うん、やったことあるシャープが出たら弾きにくいじゃんやるシャープとか、ね、フラットとかただ E はあそうかそういう意味ねうんそうなのねすごいあの彼女は何でも大丈夫まあそうだね、うん俺と違ってさ、俺スリーコードしか知らない。いやだってね、シカゴねブルースフェスティバルでピアノ部門で優勝したんだからね。すごいよね。すごいよね。すごいと思います。うん、いいもんね、まあ、日本人の女の子。俺は地区炎の末で優勝しましたから。大会あるんですか？嘘ですよ。炎の祭りのほらあれを作ったのね曲をね、それがリバーサイドマホームタウン。炎の祭り。そう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 。野方市の歌ですけどもね。あ最後になんか一曲しましょう。リーダーね、豊見さんのリバーサイド行く？いやいや、今日はもう一曲で十分でございます。リバーサイド歌詞わかる？歌わせていただきましたので。これコードわかる？わかります。うん。松下豊見が最後締めてもらうから。いやいやいや、それはリバーサイド。うん？リバーサイドマイホームタウン行ってみましょうか。俺これ。キー下げんだよねこれ。あ、上げるでいいんでしょ。じゃあたまには自分で生歌で歌ったらどうですか。何を？リバーサイド。それ。うん。これいいね。Oh, yeah.
節は巡り色を変える街出た想いが体に染み渡る熱き心が好きさ音楽の流れに進む ということで、松下達美が歌いましたリバーサイドマイホームタウンで今日は、ね、お別れしたいと思います、今日もね桜田武さんありがとうございました。松下達美さんありがとうございました。動画の木さんもありがとうございました。もう突然ね現れた加藤君もどうもありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。来週もねお楽しみいただきたいと思います。またお相手は金吉郎でした。 See you next time。埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ。後ろ姿優しいあの人は今はない。